逆三角形のワイヤーを使用しております。この逆三角形のワイヤーを等間隔に並べることによってできるその隙間を使って固体と液体を分けるっていうものになっております。で板に穴を開けたものでも完全に折れ曲がってしまって使い物にならなくなったりということがあるんですけれども、弊社が製作しているウェッジワイヤースクリーン、まず何より頑丈です。でもう一つが、洗浄性がとても高いものになっております。弊社のスクリーンの場合、まずその擦ってもまず破れることもありません。であと表面がツルツルとフラットな状態なんで、回収したものをそのきれいに回収することも、きれいに書き取ることもできます。で最大の特徴としましては、その逆三角形のワイヤーを並べているので、その隙間の入り口が一番狭くて出口が広いっていう、こういうすれ広がりの構造になっているので、このスクリーンの中で物が残りにくい、引っかかりにくいという構造になっております。隙間の幅の精度というものを力入れております。だいたい他社さんのところで言いますと、 0.1 ミリぐらいの、まあ、人の髪の毛よりもちょっと太いかなぐらいの、スリット精度、隙間の精度で作られていることが多いんですけども、ウェッジワイヤースクリーンでその5ミクロンのスリット幅を作れるのが、世界で見ても弊社のみと。大きさでいうと、人の赤血球が大体5ミクロンぐらいの大きさとなっているんで、まあ、イメージとしてはそれぐらいの細かさですね。やっぱどうしてもその数ミクロンとか数十ミクロンのフィルターってなってくると、どうしても使い捨てのものが多くなってきます。今まで使ってたその1回使ってた捨てるっていうフィルターをこちらに変えることによって、使ったら洗ってもう1回使えるっていうところで、その廃棄物を減らす、なくすっていうね、従来の排水処理の分野でも使っていただいておりまして、まあ昨今話題になっているマイクロプラスチックの関係ですね、排水の中に入っている細かいプラスチックの粒々を取るのに、じゃあ弊社のファインウェッジを、使用した製品と、装置では、その排水の中に含まれているマイクロプラスチックを簡単に取り除くことができる。